アルコール検査。アルコール検査とは、その人が自動車、鉄道、船舶などの輸送機関の運転に取り有害な手記を帯びていないか検査することである。警察や海上保安庁により、古気による検査が行われる。手記帯、または飲酒と判断されれば、刑事罰を含む処分が課せられる。警察による飲酒検問の場合、管轄区域の警察官、または、 高速道路交通警察隊員もしくは交通機動隊員らによって行われる。一般に異なる市区町村を結ぶ交通量がそう多くない幹線道路、その多くは国道以外で行われている場合が多い。全国一斉検問、特別警戒検問などでは交通量の多い国道やバイパス路線などでも行うことがある。飲酒検問の時間帯は その多くが夜間から明朝にかけて行われる。方法は警察官の嗅覚にて判断する呼気の確認で3台程度を一組としてさばいていく。進行方向右側に警察官が立ち、運転手にお急ぎのところ申し訳ありません。お仕事帰りですか飲酒検問を行っておりますので、息をふーっとお願いしますなどのように声をかけていく。 吐息のアルコール臭をチェックするため、運転者は警察官の要請により息を強く吐き出すことを求められる場合もある。何事もなければご協力ありがとうございました。安全運転でお帰りくださいというように送り出される。憲法の関係からこのアルコール検査は刑事上の手続きではなく、あくまで主教日運転の予防が目的なので、法律上は任意とされており、 検問を無視したからといって、直ちに逮捕、処罰されるとはない。しかし、警察にて、アルコール含有の疑いがあり車両等を運転する恐れがあると判断され、機材を使用したアルコール呼気検査を求められた運転者は、道路交通法第67条第2項、車両等に乗車し、または乗車しようとしている者が、第65条第1項の規定に違反して、 車両等を運転する恐れがあると認められるときは、警察官は、事故の規定による措置に関し、そのものが体に保有しているアルコールの程度について、調査するため、政令で定めるところにより、そのものの呼気の検査をすることができる。に基づき、それを行う義務が生じ、強制検査、検査結果に応じて、行政処分が行われる。もし、呼気検査を拒否した場合は、 道路交通法第67条第2項により、現行犯逮捕や罰則30万円以下の罰金が適用される可能性が高まる。ただし、下記の場合でも有形力を行使して強制検査をすることはできず、その場合は裁判所による身体検査令状が必要である。アルコール呼気検査を拒否したことによって逮捕されても、 運転免許の行政上の処分には影響しないが、その後の身体検査令状に基づく血液検査等によって主教日運転等であったと認定された場は、罪は重くなり、運転免許の行政上の処分をも受けることになる。バス、トラック、タクシー、ハイヤーの運転手が対象。その事業者、バス会社、運送会社などにより行われる。毎朝出勤後に行うが、 飲酒していないことを明らかにするため上司の前で行う子が多い。国土交通省令である旅客自動車運送事業運輸規則や貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、2011年5月1日より事業者はアルコール検知器による検査が義務化された。このため、前述した警察官による検問は飲酒していないとみなされて免除。 検問場所をそのまま通過されることが多い。鉄道、軌道の運転士、車掌を対象に行う。法律で義務化されていないためすべての会社で行われているわけではなく、一部の社が自発的に行っている。大型船舶の船長、航海士、機関長、機関士、通信士、運航士が対象。旅客機の操縦士や客室乗務員などが対象であるが、 検査方法や基準などは、運行会社に任されていたため、乗務の前後に厳密に検査する制度が整備される予定。アルコールチェッカー、アルコール検査機、アルコール検知機などと呼ばれる、専用機の他にスマートフォンと接続して検査するタイプもあり、この場合はアプリで検査データを送信して管理できるため、主に長距離、トラックドライバーの帰り便の出発時に、 対面店舗代わりに使用する。自動車が普及し始めた1920年代以来、欧米ではアルコール飲料が原因となる重大死亡事故が多発し、飲酒と運転を切り離すことが急務となった。初期の対応としては、事故が発生した後に医師が現場に赴き、ドライバーを観察、検査した。しかし、医師の主観に頼るため判定に、ブレが大きく、原因が、 アルコール摂取によるものかも即断できかった。1930年にスウェーデンで採決によって血中アルコールを確認する方法が確立し、アルコール摂取量を科学的に実証し、交通事故との因果関係を客観的に判定することが可能となった。アメリカでは1930年代半ばに人間の焦点機能を利用したアルコールテスト装置が導入された。 この装置は、顕微鏡のようなレンズ越しに2枚一組の画像を覗いたとき、正常なら一つの絵が完成して見えるが、手記を帯びているとピントが合わずうまく完成して見えないという仕組みだった。その後の1937年にインディアナ大学で古記に含まれる周期からアルコールを検知するアルコール量測定器が開発された。初期のものは検査機関に送らないと判定できなかったが、 1940年代には、呼気に含まれる血中アルコール量が直接測できるようになり、検問の現場で検査結果がわかるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。